はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、ちょっとお外からお送りしておりますが、はい、TM ネットワークさんがなんと復活っていうことでね、ようやくですよ、ちょっとネタとしてやってみようかなと、まあちょっと軽く喋ってみようかなっていう感じですけど、ね、はい、僕もそんなにまだがっつりは見てないんですけども、うんうんうん、なんかライブ映像が配信されるとか、ライブのした映像が配信される、ね、配信予定、まあ、PV、MV みたいな感じになるのかな、わかんないですけど、なんか乃木坂46に楽曲提供みたいな感じで、なんか以前の小室さんのような感じで、まあ、なんか仕事ちょこちょこなんかし始めてらっしゃるっていう感じですよね。うんうん、きねさんも、ね、宇都宮さんも大喜びということで、ね、そりゃ喜ぶでしょ。いやでもね、この、うん、小室哲哉さんね、うん、もったいないですよ、引退ってするのすごいね、うん、才能のある方なんでね、一時期そのなんか吉本に行ったり、今も吉本なんかな、あどうなんですか、ね、かもしれないですけど、ね、いろんなことがありまして、でもやっぱり僕ミュージシャンって音楽やってほしいんですよね。いや本当そうですよね。やっぱりこうやって集まって、うん、やっぱり音楽やってもらうのが一番いいんかなと思いますけどもね、うん、いやでもなんか僕らちょっとだけね、TM ネットワークは何本か動画出してますけどね、はい、なんか今回復活っていうことでなんかまた面白い展開になってくるんちゃうかなと思うんですけど、ね、超嬉しいです、私としては超嬉しいです本当にゴールデンウィークをゲットワイルド週間というぐらいなんで、ね、ゲットワイルド週間ほんまや、そういうコメントもありましたけども、いやでもちょっと嬉しいですね、やっぱり僕も世代っちゃ世代っていうか、そのシティハンターでもちろん知ってましたし、私はもうそのね、うん、小室さんサウンドをもろにね、うん、聞いてきた世代なんで、うん、復活していただけるってなったら、そらもうどんな曲をご提供いただけるのかっていう楽しみはね、うん、ありますよね、うん、で僕の場合は7日間戦争、僕らの7日間戦争、前に動画でうちでやってたんですけど、出しましたよね、言ったらね、そういうことやってましたね、うんうん、そうそう、僕的には僕らの7日間戦争の、うん、あの時のね、宮沢りえさんめっちゃ大好きなんですけどめちゃめちゃ可愛いと思う、まあ、可愛いですよね、綺麗やし可愛いしみたいな、なんか、うんうん、なんて言うんですかね、うん、同じ人間とは思えへんっていうぐらいのレベルでしたもんね、あの時ね、そうですね、ね、いやでもなんかまたコンサートとかもね、もう、うん、やっていただいたらまた見に行く機会ができそうな気がしますけど、そうですよね、もう私動画で、ゲットワイルドのね、うん、ライブ映像を見た時にずっこーいってずっと言ってた、あれ懐かしいですね、やっぱあれね、3人集まって、ね、やっぱり一つで TM ネットワークしてもらうと、うんうん、やっぱここよね、原点ってって感じ、その、まあ、小室さんが単品でプロデュースしたりとか、うん、キネさんも一応なんか YouTube とかやられてるんですよ、そうなんですね、うん、ギター弾いてなんか歌ったりとか、はいはいはい、カバーしたりとか、うん、やったりとか、はいはい、ここではいろいろやってるんですけど、やっぱこの3人集まった力大きいんちゃうかなと思うんですよね、やっぱあの声に、ね、うん、で、あのキネさんの、まあ、昔は弾いてなかったギターにキネさんね、なんかもう、なんかのバラエティ番組で仲間外れにされてたっていう話聞いた時も、うん、キネさんかわいそうみたいな、なんかリハーサルもあの2人だけがリハーサル入って、自分はなんかもう他のところで時間潰すみたいなね、結構やってたって言ってたんで、あれもあれでかわいそうっすよね、ほんまね、やっぱり今なんかグループ歌手ってなんか今そのアイドル以外にあんまりいないなっていうのがあって、あ、まあ、そうですよね、あんまりバンドとかそういう音楽、うん、まあ、専門でやってるっていうアーティストで、なんかグループってなんか今少ないような気がして、だって男性グループも今 K-POP がやっぱちょっと世界的にもね、うん、流行ってるんで、うん、そういった趣旨 の男性グループが結構多いさなか、こうやってがっつりバンドでそうやりますっていうのが楽器を弾くグループ ね、だってもうそのこの前ね動画にしましたけど TOKIO も解散しちゃったでしょ、はい、でね、うん、って考えたら、うん、なんかね、だからそのグループで楽器を弾くっていうのは、うん、なんか僕らも一応バンドやってるんで、うん、なんかそういう映像を見たいなとかライブを見たいなとか思うんですよね、今なんか人だけのやつが多いでしょ、画面に人が映るだけのやつ、はい、人が映るだけのやつなんで、楽器持ってとかこうピアノ弾きながらとかっていうのってやっぱりこうミュージシャン心くすぐるんすよね、くすぐるんすよ、まあ、そうですよね、でも楽器持ってたとしても
弾き語りとかじゃないですか、うん、今はね今はね、うん、なんかこの複数人でなんかこう演奏するっていうのを、うん、なんかこう音楽番組でねちょこちょここうなんかこう組み合わせて入れるともっともっと面白くなるんじゃないのかなって思うんですよね。今だってサザンオールスターズもあんまりテレビ出てないでしょ。そうなんですよ、あんまり見なくて。やっぱり楽器やってる人をこうもっと出してほしいなと思うんですよ ね、の方がもっともっとこう見ててもねハプニングあったりとかするじゃないですか、演奏隊含めのそういったバンドが出てくると、なんかねこう統率の取れたものを見るのはすごい気持ちはいいんですけど、うん、なんかみんながみんな同じことしてくると、うん、あれこれ何やったっけな、こ次はこれ何やったっけなみたいな、なんか、うんうん、区別がちょっとつきにくいっていうところがあるんでね、うん、だからもうこういった方々がねやっぱ復活するってなるとね、そうそうそう、まあ、サザンもそうですけど、ね、日本といえばもう RP もいますし、ねね、でサザンとかあとその DM ネットワーク入ってみたいな、うんうん、そういう楽器を弾くグループっていうのをもうちょっとね、うん、僕は見たいなっていう感じなんですよね。どうなんですかね、なんかもう今まで休止してた方々が復活するっていう時期に差し掛かってきてるんですかね今。あるんちゃいます、だってその、ね、なんでしょう、コロナのきっかけもあるんかな、うん、ちょっと分かんないですよね。あ逆にコロナがあるから、僕らもそうですやんか、まあ、コロナになったから YouTube しようってなったりとか、うんうんうん、でコロナ前は、まあ、ちょこちょこ個々でライブしてちょっと稼ぐとか仕事にすることはできてたんですけど、うんうんうん、今それできないでしょほぼね。なるほどね。って考えたらこういうメディア戦略を打った方が僕はいいんじゃないかと思って、はい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 、はい、僕らもまあ言ったらそうですから、そのまあそうですね、実際の、ね、ライブできてたとしたら、うん、今ここまでこれ多分 YouTube やってなかったかなと思うんですけど、まあね、動画投稿頑張ってやってないですもんね、うん、言ったらね、なんかついでにはやってたかもしれないですけど、うん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 、こんなに真剣にやるっていうことにはならなかったと思うんですけど、ね、しかもこんだけ本数量産してね、毎日ね、ある意味そういうのもあるんちゃうかなと思って、だって音楽のライブって今もうほぼそのメジャーの人たちってできないですから。そうですよね、うん、特にこう観客動員数が多い人ほどできないみたいなところがありますもんね、うん、じゃあどこを仕事にしていくねんってなると、まあ、CD 売んのかとか楽曲配信するのかってなるんですけども、はいはい、それも今ってそんな儲からないんですよ、配信自体がもう儲からない世界になっちゃってるんで、はい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 、って考えたらそういう、まあ、例えば YouTube とかその MV を出してっていう感じの映像と音楽でそれを売っていくっていう形にした方がいいかなと思ったりするんですけどね、配信ライブとかもそうですけども、まあ、そうですよね、うん、なんかまあ、いい意味でも悪い意味でもコロナのこの状況が功を奏してこういうふうな状況になったかもしれないっていうのはあるかもしれないですしね、うんうん、で復活するんやったらその単品の人でやるよりも一人でやるよりグループなった方が絶対ええんすよ。そうですよね、うん、なんだって俺思うもん、ね、この2人でも思うもん、ね、俺一人でこんなさもし公園来てこうやってパッて撮ってってずっとそれやってたらなんか悲しくなってくるやん悲しいなるし、旗から見たら一人で何やってんのやろなあの人みたいな、ね、恥ずかしさを感じながらねって考えたらその音楽でもまあ何でもそうなんですけども、やっぱりその何かを売っていこうと思ったらやっぱりその1人の力よりその3人やったら3人集まってそれで塊でいった方がパンチ力はあるんかなと僕は思うんですけど、ね、意外と数の力ってすごいですもんね、うん、で今 YouTube の世界も変わってるんですよ。今までって YouTube って簡単やから1人でこう動画を出す人多かったんですけど、今その1人でやってた人がグループ化していってるんですよ。あ、そうなんですね、うん、いろんな人を呼んだりとか、はー、まあ準レギュラーみたいな感じで入れていって、はいはい、グループとしてやっていくっていう YouTube が今主流になってきてますね。はうん、まあ、我々も一応なんかまあグループいうか2人で良かったですけどね、まあ、そうですね、絵面的に1人で喋ってる絵よりか複数人で掛け合いやってるの見た方が楽しいですもんね、うん、そう1人で喋るのしんどいで、ね、間が持たへんっていうやつやからほんま。だからまあちょっとその TM ネットワークさん その復活の意図は分かんないですけども、うん、でも多分ねパンチ力ありと思いますよ、また復活ってなって3人でこうやっていくと、やっぱりで今そのテレビとか見てる世代も言ったらそれぐらいの世代でしょ、僕らより上の世代じゃないですか、うんうん、テレビ見るのって。そうですね、で40代以下って意外ともうテレビ視聴率ってあんまないんですけど、でもその昔 TM ネットワーク聞いてた人たちがこう、テレビ見たりとか何か CD、DVD 買ってくれるっていう、まあ、そういうのもあるからちょうどいいんじゃないかなと思いますね。なんかどういう曲やってくれるんやろな、楽しい、小室さんの曲って楽しみよねいやもうなんて言うんですかね、意表をつくというか、あここでそう来るか、うん、みたいな感じの曲が多いじゃないですか。いやもうクラシッ
ックっていうかみたいな感じというか、そのメロディーラインがあの誰が聴いても心地よいメロディー作るんですよ。でそれは思う。あのシンセサイザーの音の選び方とかも結構しっかりしてるというか、肝心ところのあこの音でこのメロディーを弾いたらいいよねっていう、そういうところをねついてくるんですよね。でもそれがなんかこう感覚的に分かってるっていうのがすごいですよね。小室さんもほんまセンスの塊やなって思いますもん。どの曲聴いてもかっこいいし綺麗し、楽しみっちゃ楽しみなんですよ ね。あ、宇都宮さんの声が聞けるって宇都宮さんは私声大好き、全然もうあのままですからね。宇都宮さんの声大好きなんです爽やかすからねあの声ね。そういやもう、素敵何のその作ってる感じもないでしょ。そうそうそうなんですよ、あの年齢重ねられてもあの爽やかな音質保てれてるのってすごいですよね。だいたいキー低くなるもんじゃないですか、女性にしても男性にしてもね。だから常日頃鍛錬されてるっていう感じなんですかね、あの方もね。でもだからその音楽の世界もこのグループが僕増えるのは大賛成ですね。いやもっともっとなんかあの人だけ出てきて歌うっていうのがちょっと僕も、あんまりやっぱり自分自身がそのギター弾いたりとかするんで あんまりその入ってこないんですよ。でも増えすぎも良くないですよね。あの、一定の数は絶対いた方がいいんですよ、やっぱり音楽っていろんなねジャンルだったりとか、あの見せ方っていうのがあった方が絶対いいんで、ただ一辺倒になりすぎてるんで今、まあ、なんか何が何だかみたいな感じになってるんで、なんかこう なんか出てきてる、なんかやってるかになってしまうんですよ、なんか出てきてなんかやってるかいやほんまそうです、綺麗がないというか、はいはい、そうですよね、確かにね。今ねその、今って言ったらまたこれな老害なんねやろな。まあ、あの最近の曲は全部一緒に聞こえます症候群みたいな感じですよね。前にそういうお話したんですけどでもそのグループって言ってもその、まあ、マイク持って人がいっぱい出てくるっていうのって本当もう何かが出てきて、あ、なんかやっとるわぐらいにしか思わないっていうのがあるんで、なんかやっぱりこういうグループで楽器弾きながらパリッとやってくれるところがね、こうまた復活してくれると僕は見るだろうなと思いますね。でも流れ的にそっちもいいよねってなっても良さそうなんですけど、今も出尽くした感あるでしょ、人だけで構成されてるグループって。まあ、なんかちょっとね違う毛色のやつで、あのガールズグループボーイズグループみたいな、またがなんかオーディション形式の番組で、あのグループをあの育てるみたいな、でデビューさせるみたいなのが主流にはなってきてるけど、でももうあともうちょっとしたら普通にバンドスタイルがええんちゃうんっていう風になるかもしれないですけど、小室さんってあの曲作るの超早いですからね。ああ、そうなんだ。結構エピソード的にそのこの曲はこんだけで作りましたって早い時間で作っちゃう曲が多いですね。あのこれ何十分でできましたとか。もう天才だな、結構量産できるんですよね。あれすごいなと思って、まあ、今はちょっとどうされてるか分かんないですけども、まあ、香原朋美さんとか ともちゃんの時とか、あの辺の時って並列でいっぱい曲作ってましたもんね。そうそうそう、普通のあのね人はあんなんできないですよ。だってあのまあ、鈴木亜美さんアミーゴだったりとか、グローブと香原朋美さんと、あとまあ僕の TRF もそうですし、ね、東子さんっていうのも、まあ、あそうだ、彼も何回かありましたし、ね、並列で確かに、そうそう並列でいろんな、で それ以外にももちろんいっぱいいるんで、あと安室奈美恵さんとね、そうそうそう、あんだけをあの時期に本で全部ヒットですもんね。そうそう、あれだけ詰め込めるあの才能すごいなと思って、えげつないですね、そう考えたらね、まあでもなんかその元さやに戻ると言いますか、その今回ね、もう60還暦超えまして小室さんも、でそれでまたこう TM ネットワークに元さやに戻るという、このなんかいいですよね、なんか原点回帰みたいなね、それをほのぼのとして見れるかなと思うんですけど、でもまああのコメントにもね、あの一からこうスタートするつもりでっていう風にあの書いてあった記事もあったんで、あ、でも いい感じですよね、復活の仕方はね。そうそうそう、ね、だからねちょっと楽しみにしてます。はい、これから またあのいろいろ出ると思いますけどね、はいはい、またそれまた順次追っかけていこうかなと思います。はい、はい、またあのTeamネットワークのねあの曲もいろいろ聞いてまたやると思うんで、はい、はい、
今回おしゃべりになりましたけども、はい、これぐらいにて終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。10月